参りましょう。手持ちのつむすべて紹介しておりまで折れません。続きましてはバンビよりフラワー、出てきた花をタップ、周りのつむを消すよということで出現数7。さあ初めてやるつむですので、一体どういうスキルを持っているのかっていうところが、楽しみでございますね。でこれまでにバンビに関してはバンビとそれからトンスケ、それから、ミスバニーだったかなの3種類を紹介してきたと思うんですよね。でなんかこうまあ、バンビらしい、そのそれぞれのなんか特色を生かした、可愛らしいね、粒でございましたが、フラワーはどうなんですかね ?7 つ出現すると。こういうことか。なぞってけ、はい。今のスキルはどっちかっていうと、マットハッターとか、それからバットハットミニのスキルに近いところがおそらくあるところですね。まあ、なんか出現数で、で、大きい小さいの、なんかいろいろ、で消せるようツムが出てきて、でそれを消していけば周りをこう消せるというところですね。だこれはどちらかというとなぞって消す方が早いに一個一個タップするよりもね、なぞりながらその先をもうスッとやったら全部こうタッチしたっていう扱いになるので、スピードアップを測っていきたい人に関してはタッチしていくよりもなぞっていく方がいいんじゃないかなとは思いますね。ちょっとたまりにくいツムか、いやそうでもないか、ほいね、そしたら一気にフィーバーまでね、持っていくことができるんでね。ただ、まとめて消した扱いにはならないんで、コインと、それから、スコアボム系、マジカルボム系か、が溜まるっていうものではないので、そこはちょっと、なかなか、難しいかもしれないですね。ただ、消す、コンボ数と、それから、まあ、消す数に関しては稼ぐことができるかもしれないですね。ああ、でもスコア微妙ですね。スコア微妙だな。ギリギリ105、ああ、でも150万一応いってんのか。まあ、コンボ数を狙うなら多少使いどころによってはなかなかいいかもしれないですね。はい、レベルも上がりました。ということでね、バンビちゃんよりフラワーちゃん紹介してまいりました。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。バイバイ。